し。うん。暑かった？暑い。ひげるちょっと待って。うりゃー。前のお部屋だってね、しげるが騒ぐからお引っ越しなくちゃならなくなったでしょ。おっきい声で騒がない。お外に出ない。お母さんね、今好きな人がいるの。またクリスマスには帰ってくるからね。帰ってこなかったね、お母さん。絶対帰ってくる。いつかモノレールに乗って飛行機見に行こうね。ユキちゃんは俺の子供じゃないからな。学校行ってないの？はい。うん。氷のように枯れた瞳で僕は大きくなってゆく。見せてやりたいんだ、ゆきに。